あるいはそんな出来事が起こっちゃったら私ここにいる全員の人からうわあんな人だったなんてって思われて嫌われたり無視されたりもう誰も私と仲良くしてくれなくなるかもしれない、それが怖いとするならば、その時に自分の心が傷つくことが怖い。こんにちは、辻陽子です。いかがお過ごしですか？いつも応援ね、本当に嬉しいんです。ありがとうございます。いいねとかもすごく励みになっているし、コメントもとっても嬉しくて全部読ませていただいてますしね。あとはね、今ちょっとチャンネル登録者数が10万人になったらいいなと思って、撮っています。今日のテーマは不安恐怖を克服する方法。ちょっと自分で言うのもなんですけど、有料級の、まあ、プロならではのネタをいろいろお伝えできたらいいかなって思っています。なのでね、もしも、必要そうな方がおられたら、ぜひこの動画ご紹介ください。あるいはシェアしていただけたりなんかするととっても嬉しいです。一番目、体を動かしてください。特に丹田に気を貯める。グラウンディングです。二番目、あなたの不安を感じていることを無視せずにちゃんと受け止める。はい。3番、恐怖をあえて飛び越えてみる。うん。立ち向かってみる。バンジージャンプ。4番、理性、思考で客観的にその事実を確認してみる。特に起こる確率についてもう一度検証してみましょう。5番、その恐怖の出来事そのものが起こることを怖がっているかもしれませんが、それが起こった時に自分がどうなると思って恐れているか、そのもう一個先が本当の恐怖の震源地なので、これを見つけてみましょう。そして6番、対策はちゃんと打とう。もし本当に恐れていたことが起こってしまった時に、その時はこのようにしようみたいな対策。一つ目はね、めちゃめちゃシンプルなんですけども、恐怖や不安を感じた時には、体を動かすっていうことです。軽いスポーツとかお散歩でもいいし、ま、買うものなくてもちょっとウィンドウショッピングに出かけようか。こんな感じでもいいと思います。家の中でもいいです。家の中でね、足踏みしたりとか、もし誰にも見られなくて恥ずかしくない場所におられるんだったら、お気に入りのちょっとアップテンポの音楽かけてダンスしてみる。なんかもすごくいいですよ。これね、なんで?っていう話になると思うんですけどもね。心がね、鬱っぽくなったり落ち込んだりとか不安で萎縮したりすると、うーってなりますよね。活動的と反対の方に反射的に私たちはなります。身を守るために。ああ、もう布団かぶって寝ときたいとかうずくまっときたいっていう風にね、なるんですよね。で、体が動かなくなると血流が悪くなります。そうするとね、気の巡りも連動しているんで、気の巡りも滞るんですよね。まあ、私は気、エネルギー、見えないエネルギーと心の専門家なので。で、気の巡りってね、ちょっとピンとこない人が多いと思うんですけれども、気の巡りって気分もね、ほら、同じ字がついてるでしょ?気っていうね。気分が上がるとか、気分下がるわとか、気が乗る、気が乗らないとか、ね、気合とかね、いろんな言葉、目に見えない気、エネルギーのことですけど、あの言葉がね、ついてる日本語っていっぱいありますよね。運気が上がるとかね、強気とか弱気とかね。そう。この気です。で、気の巡りのことはね、自分で確認できなくてもね、気分は自分で確認できるじゃないですか。ね。気分が軽やかになる。うん。で、さっき言った通りね、不安、落ち込み、鬱っぽい状態になると、当然気の巡りはダウンするんで、余計気分はさらに落ちるんですよ。
じゃあこれをどうやって改善していくっていうとね、もちろん気の巡りが良くなることをできる人はそれをやったらいいと思います。私の教会で教えている霊気が使える人は霊気、うちの教会で学んだ人以外もね、でもいいし、あとヨガとか、他にもいろいろ、こう中国気功も含めね、うん。気の巡りを良くするっていうテクニックをご存知の方はそれをやられたらいいと思うし、そうじゃない方はね、すごい簡単。気、血、水って言ってね、気の巡り、血の巡り、リンパの巡り。これね、三つね、連動してるんです。なのでね、お手軽なのはこの血流ですよ。血の巡りを良くする。だから運動苦手な人は入浴でもいいですよ。これはね、リンパの巡りも良くなりますしね。あとはね、どうしても体を動かすのが苦手っていう人はね、マッサージ屋さんに行ってやってもらう。整体マッサージを受ける。これでもね、リンパの巡りが良くなることで、それに連動して、気の巡り、血流も改善されます。こんな感じでね、気の巡りを良くするために、運動して血流を良くする。ここで気の巡りを誘発させるっていうね。こんなやり方が一番有効かなと思っています。特に、どこが大事かっていうとね、ちょっとこの映像だったら分かりにくいですけど、丹田、下腹です。おへそのちょっと下の奥の方。ここにね、恐怖とかね、怖がりさんとかね、ちょっとうつっぽいとか、慢性的にもううつ病まで行っておられる方ってね、気がね、スカスカなんですよ。なのでね、どこに気を集めたい、血流を集めたいっていうと、丹田、下腹です。なので、大好物をパクッと食べるとかでも、胃や腸にね、で、あまり冷たいものじゃない方がいいです。あったかいものを飲み食いされる。これだけでもね、ちょっとね、気の巡り良くなるんですよね。なので、心の不安、恐怖には体にアプローチする。なんかシンプルすぎてあっけないんですけども、意外に地味だけど、かなり効果が高いので、これおすすめします。なのでね、今日は不安恐怖を和らげる、克服する方法っていうテーマだけれども、慢性的にちょっとうつ病の方、軽い方だったら、もしいけそうだったら、1日10回腹筋、腰を痛めない形の腹筋、それから一曲でいいんで、4分間ぐらい、あなたのお気に入りの曲をかけてね、誰にも見られない場所で、そこで立ち上がって、軽く踊ってみてください。踊るっていうのは絶対腹筋のところに力入るんですよ。そして、腹筋、丹田のあたりに気が充実するんです。なので、ぜひ、家の中で足踏みだけでもいいし、かかとを上げてトンと下ろす、かかと落とし、これをね、1分、2分やるだけでも、毎日コツコツやったら全然違います。はい。ちょっと長くなったけど、1番は体を動かす。はい。それから2番目。2番目はね、心のことです。そのあなたの不安、恐怖をないものにせず、ちゃんと受け止めて感じてほしいんですよね。これね、昔の私は本当にね、いや、不安、恐怖、そんなのありません、わかりません、みたいなね。私そんなの全然ないんで、みたいな。まあ、どんだけ強がっていたのかと、ちょっと過去を振り返って恥ずかしくなるぐらいです。特にね、男性だったりとか、人から頼られる性格だったりとか、頼られる人でありたいとか、強くなりたいって思ってる人は、弱み見せちゃいけないなっていう感じで、空元気をやってしまいがちです。昔の私のようにね。あともう一つはね、この動画見てくださってる方は結構ね、スピリチュアル、精神世界系のことを学ばれてたり、詳しい方多いでしょ？そうすると、やっぱね、不安、恐怖、でネガティブだから、あ、こういうの感じちゃいけないって無自覚のうちに禁止してる人も案外います。禁止してるせいで本当は怖かったり恐怖があんのにね、いやいや私ないですないです、私いつも明るいです、おかげさまで元気です、軽やかです、波動高いです、みたいなことをこう何ですかね、無意識のうちに努力してしまう、そっちでいようと努めてしまう。これね、
私は案外とね、いい結末にいかないっていうかね、むしろこじらせてしまうなっていうふうに心の専門家として思うんです。だから、こう波動上げていこうね、周波数良くしていこうね、エネルギー高めていこうね、いいオーラ発信していこうねっていうね、この見えない気を扱うことを私はその業界のプロとしてもやってますけれども、同時に、だからと言って、いつも私波動高いですみたいなことを心がけすぎるせいで、自分で自分に嘘をついちゃう。もちろん悪気なくですよ。もちろん無自覚のうちにやっちゃうんです、これ。でも、これをね、やらない。誰にもバレないんで、誰にも気づかれないんで、自分には嘘をつかない。自分には正直に。そしてね、あなたが、5分や10分や1日や2日、ネガティブだろうが、あなたの未来にそんなに大きく、ひどい影響を及ぼしませんから。確かにね、いい波動で明るく前向きにポジティブに波動オーライコール雰囲気、表情、こういうものに現れますから、これをね、うわーって醸し出すことで、さらにあなたの未来で起こってくる出来事を、まあまあね、こういい感じに整える、こう大惨事が起こる運命だとしても、それをああこれぐらいで済んでよかったみたいに縮めたりとか、それはね全然可能だと思います。もう話があちこち行きますけど、これだんだん科学の領域になってるんですよ。今あなたの意識の向け方によって、あなたの受け取る未来の現象、事項、出来事が変わってくる。これね、物理学者ハイデルベルグさんっていう方がね、不確定性原理っていう理論、こうだいぶ前にね確立されたんで、もしそういうことが興味ある方はね、理数系、それもちょっとね、大学で学ぶレベルのちょっと難しい内容になりますけれども、量子物理学を学んでみてください。まあ、何が言いたいかっていうと、あなたの、未来、起こる現実は確かに、あなたが今日、今発するオーラ、エネルギーで、影響を受けて変わる。いい方に変えていくことができる。だからこれの逆をね、気にしすぎる人はすごく心配して、自分がネガティブになって波動が下がる、こういい感じじゃなくなる、いい雰囲気を出さなくなることを恐れてしまうんですけども、繰り返しになりますが、毎日誰かのことを恨み続けてね、で五寸釘でね、藁人形ガンガンやってね、こんなメンタルで生き続けたら、そりゃあなたの未来多分だんだん良くない方向に行きますが、一日や二日心の状態がネガティブになったぐらいでそんな大きい影響を与えませんし、戻していけますからね、またニュートラルな方に。その時にもう一度整え直したらおしまいです。これはもう空のお天気と同じように考えてください。一日二日風が吹こうが、大雨になろうが、また晴れるし、そんなに体勢に影響出ませんから、ここは心配しないで、むしろこじらせないために、ああ、今自分は怖いのかもしれない。今、なんか内心ざわざわしていて、不安かもしれないなーって。大丈夫。一人でこっそり思えば大丈夫ですから。これをね、ちゃんとね、感じて受け止めてほしいんです。はい、この辺の話はね、この後ももうちょっと詳しくしていくので、とりあえず2番目は、不安をちゃんと感じて受け止めようねっていう提案です。この方が、不安や恐怖が心の中で増幅しないから。まあイメージで言うとね、こんな感じですね。それこそ冬の寒い日にね、薄着して外出してて、で風がどんどん前から吹いてくる、向かい風、うわーって風に吹かれて寒いっていう時にね、体キュ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 ってね、力入れてギュってね、こう何、自分を守ろうとして力入れるでしょ、こう息も止める感じ、クッってね、あの時にね、一遍ちょっと勇気出してこの風を受け止めるんです。肩の力を抜いて、呼吸も元に戻して、そして
強い風が吹いて自分の体を通過して抜けていく。これをね、そのまんま受け止めるんです。そして、うわ、寒ーって思って感じてみてほしいんですよ。そしたらね、案外こっちの方が寒さを感じないんです。これぜひね、強い風が吹いて寒い時、やってみてください。実験してみてください。これはね、感情レベルの不安、恐怖も一緒です。クッってね、反射的になるよ。なるけど、勇気出して、肩の力抜いて、この恐怖、不安を、そのまんま受け止める。うん。こんな感じです。はい。じゃあ3番目、いきますね。これはね、ちょっとね、勇者の選択って感じですが、この恐怖の谷みたいなのがあったら、もう飛び越えたろうや。恐怖に飛び込んでいこう。うん。まあ、立ち向かっていくっていうかね。そんなやり方です。あらり王子ですね。うん。これはね、もう慢性的にいつもなんか根拠ないけど、将来のことが不安だったり心配だったり、自分に自信が持てなかったり、いつもいつもそのせいでなんか外界が怖い。で、こう、怯えながら、嫌われないかな、拒絶されないかな、大丈夫かな、失敗しないかな、恥かかないかなって、心配性の人、こういう人はね、ちょっとやってみてほしいんですよ。安全な状況で恐怖を感じるっていうことを。一番おすすめはバンジージャンプです。スカイダイビングでもいいです。でも、うわぁ、辻さん怖すぎます、できませんっていうことであれば、遊園地のジェットコースターです。目をつむってヒーってやらずに、頑張って目を開けて体験してみてください。それから、ホラー映画とかが苦手な人は、映画館でホラー映画を見るとかもいいですね。今言ってるものはすべて、安全を確保した上での恐怖体験に、あえて自ら身を置くっていうことです。でね、これもね、一回目は怖いけど、まあ、十回やったって思ってください。同じジェットコースターに、同じ日じゃなくていいんですよ。別の日にまた行って、おー、このジェットコースター乗るの十回目だわ。もうイメージしただけでも、一回目より十回目の方が、怖さがマシになってるってわかります?ある程度私たちってね、慣れるんですよね。慣れると免疫力がつきます。この免疫力がついた状態のことを前よりも強くなったっていうわけです。なので、恐怖の谷を飛び越えてみる。恐怖にあえて飛び込んでみる。トライしてみる。立ち向かってみる。これが3番目のおすすめです。あ、順番に6つ言いますけど、全部やってねっていう話じゃなくてね。うわ、これいけそうやわっていうのを一つでも見つけてもらったらいいかなと思って6つご紹介しますね。はい、じゃあね、4つ目です。4つ目はね、理性で、あなたの思考で、論理的にその恐れてる出来事が起こる確率を考えてみるっていうことです。これはね、実際にデータをグラフで見るとか、表で見る。みたいなのがいいですね。それもね、データはね、不確かな出どころのデータじゃなくて、できる限り、これはおそらく正解か正解に近いんだろうなって思われるような根拠のあるデータを、うん、持ってきましょう。例えば、省庁が出している公式ホームページの中に載っているようなグラフやデータ、数字です。で、まあ、そうでなければ、有名な、メジャーな新聞のネット記事とか、ゴシップ系の新聞のネット記事じゃなくてね。あるいはね、まあまあ、大手出版社から出ている、その道の専門家の書かれた本とか、こういうところから情報を持ってきましょう。そうでなかったら逆にね、今ちょっとゴシップ系のって言いましたけど、テレビのワイドショーであるとか、ゴシップ雑誌であるとか、
ゴシップ系の、まあだからスポーツ新聞とか、うん、そういうようなものってね、事実じゃない、ちょっとしたささやかなことを、うわーっと誇張して書いてたりすることが多いからです。嘘じゃないにしても、1しか起こってないことを100ぐらいに膨らませて、ドラマティックに書いてくる。うん、そうじゃなくてね、この4番目の提案は理性的に論理的になんで、できるだけ感情を横へ置いて、淡々と客観的に事実だけを見る。こんな感じです。事実っていうのは、100人が100人ともそうだよねっていうのが事実ですよ。なので、今日は寒いねっていうのは事実じゃありません。え、そうかな？私は寒いと思わない。これぐらいがちょうどいいっていう人もいるからです。こうやってね、100人の人に今日は寒いねって言って寒いですねって言わないようなことは事実じゃなくて、あなたの感受性で捉えてる捉え方、あなたの感じ方なので、全然客観的じゃないですよね。これ主観的ですよね。うん。そうじゃなくて、本日は気温、摂氏、何度です。これに関しては、100人中100人がそうですねって言いますよね。寒いとか暑いとかちょうどいいとか感じるレベルではなくて、ね、そう。客観的、理論的ですよね。このようにして数字を見ていきましょう。例えばバンジージャンプ。さっき私が安全を確保した上で、あえて危険に挑戦しようって言いましたけど、これ聞いた時にね、いや、辻さん、でも例外はあるでしょ。バンジージャンプでも怪我したりとか死亡事故とかあったんじゃないですかってきっと思う人はいるはず。そうなんです。実際に調べてみました。バンジージャンプの事故で亡くなられた方、日本国内では3件ありました。これは事実です。客観的事実です。ところがこの3人を多いとみなすか少ないとみなすかはあなたによります。3人もいるんですか？じゃあ私できません。怖すぎます。自分が4人目になるかもしれないって思う人はやる必要もちろんないんです。けれども、もしも今、3人？めっちゃ少ないな。めちゃめちゃたくさんの人がバンジー飛んでるでしょ。それで3人なんだ。って思った人は確率 0.00 何パーセント。うん。だったら、私はちょっとやってみようか。こんな風にしてね、事実をまず情報として仕入れ、客観的に、ね、その事実を受け止めた上で、そしてあなたが感じる方向で決めていったらいいんです。まあ、そんなわけでね、まあ飛行機に乗るのもね、確かに落ちたら怖いから乗らないっていう人いるでしょう。私の友達にもいます。けれどもそうなると飛行機でしか行けない場所には行くっていうことを今回の人生諦めるしかないです。新幹線とか他の方法で行けるんだったらね、うん、その人はそれで行くんですけどね。うん、まあ、この場合もね、飛行機事故で亡くなられてる人はもちろんゼロではありませんが、そことの兼ね合いになってきますよね。はい、というわけで理性で、確率で一体これは何パーセント、何人に一人の割合で起こっているんだろうか、ということを考えてみましょう、ということです。それだけで案外心が落ち着く人もいるし、そもそももともと理性的で思考優位な性格性質の人、そういう人は、そんなん言われなくてもやってますけどっていう人もいっぱいおられると思います。ぜひぜひ、不安や恐怖でうわーってあたふたしちゃった時は、あたふたしながらもね、ちょっと1時間後ぐらいに冷静になるからね、若干ね。その時に、あ、そうだそうだ、ちょっと冷静になって、確率どれぐらいなのか、パーセント調べてみよう。ちょっと検索してみよう。って、やってみてください。案外これだけで、ね、落ち着けるもんですよ。例えばちょっと前のベストセラー本で、あなたの心配、不安の9割は起こらないみたいなタイトルの本なかったでしたっけ？あります、あります。検索してみてください。うん、まあ、そんな感じでね、うん。やっぱね、例えばコロナでも亡くなられた方のニュースがいっぱい報道されていたりして、で、私もね、身近な親しい人が一人ね、
元気だった、健康だった若い人が亡くなられたんですよ。うわっ、って思いましたけど、けれどもね、確率何パーセントっていうことで、確率をちゃんと確かめていきましょうね。うん、そうでなかったら本当にね、通り魔殺人とかね、ストーカー殺人とか、うわーって思いますけど、それで怖くなって、もう道歩けない、新しい人と出会えない、知り合えないってね、確率はどれぐらいなんだろうかっていうことですよね。まあそれだけでかなり、ああ自分の恐怖不安がうわーってね、こう大きく膨張してたけども、これは、うん、案外大したことなかった。そうなんです。うん、私たちってね、誰もがそうですけどね、不確かな情報だったり、それについて詳しく知らないほど怖いんです。知っていけば知っていくほど怖くなくなります。なので、知らない状態は怖いので、調べて知ってみましょう。それだけで、だんだん怖くなくなっていきます。はい、5番目いきますね。うん。そのね、不安、恐れ、あなたはヒーってなってるわけですけど、そのものが怖い不安というより、それが恐れてることが自分の現実になった時に、一体自分はどうなるって思ってますか？これが怖いんじゃないですか？本当に怖いのは、その出来事や、その事実そのものというよりも、それが身に降りかかった時に自分がどうなるから怖いの？これをちょっとね、今考えてみてください。そのものばっかりに囚われてますよね。怖いものそのもの。じゃなくて、その先に何が待ってるって思うから怖いの？ここをね、ぜひぜひ確認してみてくださいよ。例えば、そんな目にあったら死ぬかもしれないって思って怖いんであれば、あなたは死ぬこと、死そのものを恐れてるっていうことになります。その起こる出来事というよりは、その先に待ってるもの。あるいは、そんな出来事が起こっちゃったら、私ここにいる全員の人から、うわ、あんな人だったなんてって思われて、嫌われたり無視されたり、なんか、こう、もう誰も私と仲良くしてくれなくなるかもしれない。それが怖い。とするならば、その時に自分の心が傷つくことが怖いんじゃないですか。傷ついてぐさぐさになって耐えきれなくなってしまう。もう心が壊れてしまう。これを恐れているのかもしれません。その嫌われたり無視されたり、冷たい目で見られること、うん、そのものじゃなくて、その目にあった時の自分です。わ、無理、耐えきれない。まあ、例えば、好きな人に告白してダメだった場合、これもね、告白するっていうことが怖いって思ってますけど、違いますよね。その先ですよね。それがうまくいかなくて失敗した時に自分が傷つく、これを連想して、ふわ、怖いってなってるわけでしょ。なので、本当はどこに怖がってるんだろうな。おおむね、だいたい死の恐怖か、孤立、孤独の恐怖か、嫌われたりとか攻撃される恐怖。あとは、体が痛い、うん。死まで行かなくても、痛みへの恐怖かな。多分これぐらいだと思うんですよ。私が思いつくのは。どれなんだろうな。ここをしっかり見極めましょう。そしてね、見極めたらひとまず対策取れないかなって考えてみましょう。この話はちょっとこの後にお伝えしますね。はい。あ、ちなみに死の恐怖に関してですけど、亡くなってもね、意識は残り続けます。あとまあ大半の人が亡くなるときはまるで眠るように意識が落ちて、そしたら気がついたら眠ったんじゃなくて、意識が肉体から抜けていた、うん、っていう感じになります。そしてあちら側に行ったらね、あんまり孤独とか感じないですよ。なのでそこの心配は
大丈夫と思います。これだけはまあ、他にも何本か死後の話を動画で撮ってますが、お伝えしときます。はい。じゃあ、ラスト、6つ目。これがね、対策を取るっていうことです。さっき言ったようにね、その出来事そのものが起こることを恐れていると思っていたけども、おそらく違うんです。この出来事が起こった時に自分がどうなるか。これが本当に怖いこと。なのでね、その本当に怖いことが起こってしまった時にどうするかをもう決めておくんです。対策を取っておく。これでだいぶ勇気出せます。怖いことに対して。なのでぜひやってみてほしいんですよ。例えば、私はね、死に直結するような大病をしたことがあって、ずっと寝込んで闘病していてね、最初のうちはね、うわぁ、死ぬんか、って思って心がざわざわしてましたが、ある時、死を受け入れたんですよね。そしたら、今までの人生でないぐらい、心が静かで穏やかで平安で、ああ、今ここに意識がある。ただあるっていうね、至福感に近いような不思議な感覚に包まれたんですよね。同時に体は全身ものすごく痛くて、痛すぎてうめくぐらいだったんです。痛みのせいで夜中もずっと寝られませんでした。うとうとっとしても痛みで目覚めるっていう感じでね。だから、ものすごく苦痛で苦しみの中にいるのに、同時に心だけがものすごく平安であるっていうね、不思議な感じに行ったんですよね。あれもね、受け入れるっていう対策の一つだったなって思います。で、それ以外にはね、何か失敗が怖いっていうような時ね、勇気出してやらなきゃいけないんだけど、うまくいくかどうかわかんないし、うまくいく自信もなくて、で、失敗した時のことを考えたら、ひーってなる。この時はね、もうね、心を開ける友人ができてからですけど、できなかった時代も長かったから。その時は、その友人に電話して泣きつこうって自分で決めました。別にその相手に言わないけど。いざとなったらあの人に電話して泣きつこう。それだけで、ちょっと、強くなれて勇気出せたんですよね。はい。まあ、こんな感じでね。1から6までお伝えしましたけど、あなたが不安や恐怖を感じた時に、克服する手立て、手段、方法として、どれか、お、いけそうっていうのがあったら嬉しいな。そんな風に思います。もう一度最初から言っておきます。一番目、体を動かしてください。特に丹田に気を貯める、グラウンディングです。で、血流を良くすると気の巡りも良くなり、気の巡りは気分と連動し、気分が軽やかになります。はい。二番目、あなたの不安を感じていることを無視せずにちゃんと受け止める。はい。三番、恐怖をあえて飛び越えてみる。立ち向かってみる。バンジージャンプ。4番、理性、思考で客観的にその事実を確認してみる。特に起こる確率について、もう一度検証してみましょう。そのために信頼が置けそうな情報を検索して出してみましょう。5番、その恐怖の出来事そのものが起こることを怖がっているかもしれませんが、それが起こった時に自分がどうなると思って恐れているか、そのもう一個先が本当の恐怖の震源地なので、これを見つけてみましょう。そして6番、対策はちゃんと打とう。もし本当に恐れていたことが起こってしまった時に、その時はこのようにしようみたいな対策。これが私からの6つの提案です。じゃあね、こっから先はね、ちょっとおまけです。あのね、やってほしくないこと、それからね、このやってほしくないことの後には、逃げない方がいい恐怖があるんで、その話、
はい。まずね、やってほしくないのはね、根拠なくポジティブにいようとしないってことです。なんか、自信がなくて、怖くて、ざわざわしてるのに、やれる、やれる、絶対やるぞみたいな、こう、気合い入れて乗り切ろうとしたり、いやいやいや、私ポジティブですから、みたいな。これを、うん。ね、今日最初にもお伝えしましたけど、自己欺瞞って言います。難しい専門用語でね、自己欺瞞。自分で自分をごまかし騙すってことです。これをやるとね、何が起こるのか。自分の中にもう一人の自分がいてね、でこっちの自分は、いやいや平気ですよ、みたいな感じで、ポーカーフェイスでみんなにもバレてないんです。いや、もう大丈夫です。悠然としてます。が、あなたの中にもう一人あなたがいてね、このあなたは、怖い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 って怯えながら泣き叫んでいるわけですよ。もう大人のこのあなたに訴えてるわけ。怖いよ怖いよってね。これをね、私はあえてインナーチャイルドという言い方をしています。中にいるもう一人のあなた。潜在意識とも言いますが、まあ、心理学用語でね、擬人化してインナーチャイルドって言ってます。別にあなたが二重人格とか、二人いるとかそんな話じゃないんです。でもまあ、本音と建前って言ったらいいのかな。外側のあなたと、うん、本当に中で感じてるあなたね、うん。このね、インナーチャイルドの方の自分がね、怖い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 、もうやめてやめてやめて、もうやめとこう、チャレンジしないでおこう、逃げ出したいって言ってるのに、あなただけはね、この子を無視しちゃダメです。あなただけは誰にもバレないところでそーっとこの子の感情をちゃんと寄り添って共感してあげてほしいんです。うーわ、そんなに怖いんか、そっかそっか、みたいなね。これは本当にね、強くあろう、冷静であろう、こう思考的、論理的であろう、大人っぽくあろう、そしてみんなから頼られるリーダーでいなくっちゃ、みたいな。そういう立場の人であったりとか、そういう人を目指してる人ほど、プライドとの戦いになります。自分の中にあんな情けない、のび太くんか誰かわかんないけどさ、誰かがいるなんてさ、自分で認めたくないから。けれども、ここは本当に勇気の出し時です。本当に強い人は自分の弱さを受け止められる人だから。ここはあなたの器を一段広げてね、この子を、うわぁ、そんな怖かったんやね、よしよしってしてあげられる包容力のあるあなたになってください。その方がね、本当にね、丹田、腹に力がみなぎってね、グラウンディングもできて落ち着いて本当に強い人になれるんですよね。もう一段階さらに強い人に、心が強くなる。なのでね、インナーチャイルドの声をちゃんと受け止めてあげてください。これはね、スピリチュアル系を勉強して、ポジティブでいこう、とにかくどんな時にも明るく波動を上げてってやってる人ほど、どうしてもこの自分の中の怖い、どうしようもなく怖い、もうやめときたい、こんな自分をね、認められないから、いないことにしたい。だけども、この子をちゃんと認めてね、認めたらイメージの中で抱き寄せて、よしよし、よしよしって、自分の中のこの子をね、安心させてあげてください。こう温めるような感じでハグしてあげて、イメージの中でやるんです。でね、実際には自分で自分のこのハートのあたりにこうやってね、手を置いて、あるいはね、怖すぎたら溝落ちがスースーするはず、ジェットコースターで落ちる時の、あそこね。うん。なんで、ハートと溝落ちに手を当ててね。で、自分で自分を温める感じね。実際に温かい飲み物なんかを飲むと余計に効果はあります。温めてください。そして安心してください。ふーってね、ゆったりとした呼吸を意識しましょう。はい。これがね、私が、ポジティブ思考すぎる人、それをね、一生懸命日々努力しているせいで自分の中のネガティブを認めにくくなっている人への注意ポイントとしてお伝えしたいです。心の専門家としてね、
で、この方がこじらせないし、早く本当の意味での軽やかな、ニュートラルな方へ自分の感情を戻せるんです。その恐怖や不安からね、振り子をね、戻していける。で、なんだったら楽しいことやってください。そしたら、プラスの方へ行きますよね。こうやってね、感情は振り子だから、いいんですよ。ネガティブに行っても戻せれる。ただし、ずっとポジティブで、ここで止まってるのも不自然ですよね。揺れ動くんですよね。生きてる間中ね。はい。そして、最後のおまけは、恐怖不安を二つに分ける。そしてね、あなたにとって必要な前向きな恐怖不安もあるので、そのことも知っといてもらいたいし、そしてこれにはぜひチャレンジしてもらいたいので、その辺のコツなんかを話して、今日終わりますね。はい、じゃあおまけの話です。怖さ、不安、恐怖には、2種類あります。前向きな怖さ、不安。前向きっていうのはね、一体どういうものかっていうとね、例えば、なんかすごい大きい試合、大会に出る前の日。気合も入るし、よしやるぞと思うけど、なんかざわざわする。あの不安感ね。あるいは、受験。受験前にざわざわする。あの不安、恐怖。あと、マリッジブルーっていう言葉もありますが、これから結婚して新生活に入るっていう直前に不安、恐怖が襲ってきたりします。つまり、あなたがね、さらにより良くなるために、これにチャレンジしたいって思った時に湧いてくる恐怖不安。これを私は前向きな恐怖不安と言っています。これと、そうじゃない恐怖不安とを分けてください。そしてね、そうじゃない方の恐怖不安からは、もしも可能であれば逃げてほしい。だから、それがね、例えばすごく苦手な人だったり、あなたに恐怖やなんかハラスメントを与えてくる人がいるとか、こういう場合は逃げられるもんなら逃げてください。あるいは誰かに助けを求めるとか、そういう対策を取るべきです。逃げるっていう方向で考える。回避する。けれども、前向きなチャレンジの場合は、これを怖い怖いって言ってこっちの怖さを大事にしてね、それを避けて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 やってると、確かに安全で守られて楽な人生にはなりますが、結局ね、私はこれを成し遂げたぞとか、私にもやれるんだとか、私は強いとか、案外いけんじゃんっていうね、こういうね、自己肯定感が育まれないんだよね。いわゆる温室育ちで、ひ弱な、何にもチャレンジしてない箱入りの、御曹司やお嬢ちゃんのようになってしまうんです。そしたらね、案外辛いよね。自分に誇れるものがない。自分が頑張ったものがない。私はこれをやり遂げたよっていうものがない。もしも仮にそんな人生で、で、みんなからいっぱい羨ましがられてね、あなたっていいよね、あまり大きい怪我や厄災やすごい失敗とかもなくて、いいよね、なんかお受験もないようなエスカレーターの学校でずっと大学まで行けてとか、いいよね、なんかあってもお父さんお母さんが助けてくれてって、どんだけ周りから羨ましがられようとも、多分あなたはそんな自分をあんまり誇れません。で、何よりもね、このパターンになってね、まずいなと思うのはね、いわゆる恐怖を克服した、不安を乗り越えたっていう経験値、経験数が足りなくなるんですよね。で、これが足りないまま大人になったって思ってくださいよ。イメージするだけでも、なんか余計に生きていくのが怖くないですか？他の人が体験し、我慢し、忍耐し、乗り越えてきた。こういうものを自分は乗り越えず回避して、回避して、回避して、痛い目にも遭わずに来た。ラッキーだったですけど、あれ本当に体験したらどれぐらい辛いんだろう、どれぐらい痛いんだろう、どれぐらい大変なんだろう、どれぐらい情けないんだろう。わかんない。そう。私たちは、それが得体が知れないほど恐怖は膨らむんですよ。正体がわからないほど怖いんです。
だから大人になってからの方がもっと人生が怖くなるってわかります？ちっちゃい子、可愛い子には旅をさせる方がいいっていうのはね、こういうことなんですよね。怖い体験、恐ろしい体験、不安の体験、もうその時は逃げ出したいです、ヒーってなりますけれども、乗り越えた、これもなんとかなった、あ、これもやれた、これも我慢できた、こうやって一個ずつ一個ずつ怖くて避けたい体験を乗り越えた、この数の分だけ私たちは雑草のように強くなっていく。ビニールハウスの大事に育てられたブランド野菜ではなく、どこでも生えていけんで、コンクリートでも水がこうかけてもらわなくても、ひねり続けでもなんとかなんで、たとえ葉っぱが枯れても根っこまでは枯れへんで、そして何回踏みにじられても失敗しても、もう一度双葉を出すよ。そう、本当の意味で芯から強くなっていけるんですよね、チャレンジを重ねると。そうするとね、人生そのものへの怖さも減っていくし、まあ何かね、次にすごい恐ろしいことが起こったらどうしようなんて言ってね、まだ起こってないことに意識をとらわれてね、でひーって怖くなることがあったとしても、いやだけど自分はあの時もあの時もあの時も乗り越えたやん、だから案外大丈夫って思えるようになるんですよね。そうすると未来があまり怖くなくなっていく、チャレンジもその分しやすくなっていきます。だから若いうちは失敗を恐れるより、いろんなことを体験したり、挑戦してみようよなんていうことを、もう世の中の大人たちがいっぱい、若い頃の私たちに向けて言ってこられたっていうことなんですよね。はい、じゃあ今日のお話はこんな感じですけど、どうですか、今あなたの気分は。なんかやれそうなことありました？まあ、まずやってほしいのはね、ちょっと寒ーっていう時に反射的に身を縮めてる自分を見つけたら、ふーって息吐きながらね、体の力を抜いてみてください。これね、季節が冬じゃなくても夏場でも、エアコンがガンガンに効いてる部屋やったりとか、こう風がね当たるような位置で、ちょっと服脱いで薄着になって、うわ寒って思ってこうキュッてなったらやってみてほしいんです。ふぅ、力抜いて丹田下腹に意識を置いて、その冷たさ寒さを味わってみよう。冷たい風、空気が自分の体をね、体がスカスカで突き抜けていく、すり抜けていくような、そんなイメージを持ってみてください。風が当たるんじゃなくて抜けていく、これだけでも10回ぐらいやったら、ああキュッてやらなくてもいいじゃんってなってきます。あるいは安全な守られた環境での恐怖体験、こんなのね、もう言われなくても今までの人生で何度もスリルを味わってこられたでしょ。これもね、わ、自分の心を強くしてるんだなっていう認識を今もう一度持ってみてください。ヒヤッとするようなね、そういうような体験を、重ねれば重ねるほどあなたの心は強くなっていく。もちろんそのヒヤッとする体験はストレスですよ。だけどもストレスがあなたを強くしていく。安全で守られた環境で、ぜひそういうチャレンジをゲーム感覚で楽しんでみてください。はい。というわけで、最後に、あなたがまだ怒ってないことで、ああなったらどうしよう、こうなったらどうしよう、そうやって心が不安に駆られたり、どこかの怖い様子を目の当たりにして、わあ、私もあんな風になったらどうしようって怖くなった時には、意識を今ここへしっかり下ろして、
あなたの周囲にあるいろんなものを見渡してください。ああ、大丈夫だ。とりあえず冷蔵庫の中に何か飲み物や食べ物がちょっとでも入ってる。ああ、大丈夫だ。今すぐ台風が来ても私は壁や天井があって守られている。ああ、大丈夫だ。私には連絡できるあの人がいる。ああ、大丈夫だ。あれがある、これがある。こうやってね、まだ起こってない、ないことじゃなくて、ある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 ものに意識を向けて確認していきましょう。これを私はあるあるモードって名付けてるんだけど、あるものに意識を向ければ向けるほど、あなたの心で下側からこうね、わーっと安心感が湧いてきて、あなたを包んでくれますから。ね、このようにして、恐怖がゼロにならなくても、その次の行動に移っていきましょうね。対策を取るっていうことです。はい。くれぐれも、むやみなポジティブ思考で、大丈夫大丈夫、波動を上げとけば私の人生に悪いことなんてもう起こらないから、とかね、私は引き寄せの法則を完璧にマスターしたから、もう私の人生、未来、英語、ひどいことなんか全然起こらないの、だから大丈夫、とかね、こういう根拠なき、大丈夫、みたいな、自分で自分を思い込ませる。私はこれは自己欺瞞だと思うので、これはやめていきましょう。だってね、怖いっていう気持ちはね、ない人ないんですよ。ゼロだとしたら感情麻痺、感覚麻痺させてるだけでね。いないです。あの強い人でも、あの格闘家でも、あのスポーツ選手でも、みんなです。みんな怖いはあるんです。それはあなたのこの肉体を維持し守っていくためについてる感覚なんで。これなくなったら大変だもんね。いっぱい危ない目に遭いますよ。なので、怖いっていう感覚そのものを恥じる必要もないし、なんか弱いやつっていうのと直結させる必要もなくて、ああ、誰にもついている自己防衛本能、なんだな。っていうところからニュートラルに見ていきましょう。その上であなたの不安や恐れが少しでも和らぎますように。じゃあ今日はこれで終わります。もし今ね、不安や孤独、試練の中にいる人、そして私でよかったらエアーで手をつないでおきますから、必要だったら、エアーで繋がっておいてください。大丈夫です。量子物理学的に言って、我々は本当の意味ではみんな繋がっています。数珠繋ぎです。それから変わらない明日は絶対にありません。変わらないでいることなど不可能です。なので、あなたのその辛い状況、ちょっとずつ変わっていきます。大丈夫です。じゃあ、またでーす。今日の内容いかがでしたか？当協会 NPO 法人日本霊気協会では全国主要都市で集めと講座を開催しています。初級、中級、上級、まずは初級へお越しください。約半日の、講習を受けていただくと、誰でも才能質に関係なく霊気を使う準備が整います。あとはね、ちょっとコツつかむまで 2,3 ヶ月自宅とかで練習していただく必要はありますが、コツつかんだらね、自分にセルフヒーリングもできるし、ご家族や大切な方、ペットにも、ヒーリングが行えるようになりますよ。あとね、練習会も会場でもやってますし、オンラインでもやっています。オンラインの方はね、オンラインサロンレイキスタっていう名前で自宅で練習していただいたり、こう質問にもね、いろいろお答えしていますし、霊気の疑問や基礎が大体把握できると思います。詳しい説明はね、説明欄、概要欄から見てください。で、 LINE 登録していただいたらね、お得なお知らせ、こちらからお届けします。じゃあまたお会いしましょう。ありがとうございます。またでーす。